ハルジー朝、または、ハルジー・スルターン・アサは、インド北部を支配したデリー・スルターン・アサ、第2のトルコ系、イスラーム王朝。首都はデリー。ヒルジー・アサとも言う。1287年に、奴隷王朝のギアー・スッティーン・バルバンが死んだ後、後を継いだムイズッティーン・カイクバードが、若年で統率力がなかったため、貴族などによる内紛が続くが、その中から、 トュルク系の根欠部族とみなされて、奴隷王朝では低く扱われていたハルジー族が台頭した。その長ジャラールッティーン・ハルジーは、1290年にカイクバードを殺害して、奴隷王朝を滅ぼし、自らスルターンイーに即位して、ハルジー朝を開いた。しかし、ジャラールッティーン・ハルジーは1296年に、老いのアラールッティーン・ハルジーによって暗殺された。代わって、 第3代スルターンに自ら即位したアラーウッディーンは、卓越した軍事的才能の持ち主で、モンゴル帝国によるインド侵入を数度にわたって撃退した。ギアスッディーン・バルバンに率いられた奴隷王朝に撃退されて以降、モンゴル帝国が抱いていたインド侵略を、再び挫折させることに成功し、これらの武勲で一気に名声を高めたアラーウッディーンは、自らを、 第二のアレクサンドロス大王と称した。アラーアウッティーンは、モンゴル帝国の脅威がなくなると、マリクカーフールに命じ、積極的なデカン、南インド遠征を観光し、ヤーダバーサ、カーカティーアーサ、ホイサラーサといったヒンドゥー王朝を服属させ、パンディアーサの首都マドゥラへを落とし、1310年までにデカン、インド南部の大半を占領して、デリースルタン朝に広大な半島をもたらした。 また、この頃、現アフガニスタンの山岳地帯に駐留して、たびたび、インドに侵入してきたモンゴル帝国のチャガタ大半国軍を、ハルジー朝に仕える、地方総督のギアースティーン・トゥグルクラの活躍で、撃退し、インドの自立を保っている。アラーウッティーンは、内政面においては、貴族統制のために密告を奨励したり、ヒンドゥー教徒の地方領主を抑圧して統制力を、高め、 厳格な物価統制や検知による経済と税収の安定化を行うなど、強圧的に施策を行った。さらに、デカン、南インド遠征の成功により得た多大な戦利品などもあって、ハルジー町は文化的、経済的にも大きく発展することとなり、全盛期を迎えた。だが、アラーウッティーンの晩年には斜視に溺れ、早くも衰退の兆しが見え始めた。 1316年にアラーウッディーンが死去した後、アラーウッディーンの側近であった官官のマリック・カーフールが実権を掌握した。さらにカーフールの政権が短期間で倒れた後も、スルターンクライと権力をめぐる争いが続いて政治が混乱し、この内紛でハルジー朝は急速に衰退していった。後を継いだのは結局、アラーウッディーンの報道者の息子。 クトゥブッティーン・ムバーラクシャーで、奴隷のホス・ローハーンが実権を握って、1320年に、ムバーラクシャーは殺害された。同年に、ギアース・ティーン・トゥグルクが内紛を制して、トゥグルク町を起こして、ハルジー城にとって変わり、アラーウッティーンの死からわずか4年後、ハルジー城はわずか30年で滅亡した。ありがとうございます。